得点は下のリストの過去のやつ得点こんばんは。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 今日はね、これ食べます。あの前回辛いやつ食べたんだけど割と好評だったんで、ちょっと今回も食べてみようかなって思ってます。今日の可愛い本当ありがとう。これドラゴンフライズのね T シャツなの。初参加です、ありがとうございます。これ食べます。今日は大沼さんバチコにありがとうございます。ジアルアイア初さんバチコにありがとうございます。今回の特典ね、星リスの写真になってますのでお楽しみに。かわいい、ありがとう。さらにバチコにありがとうございます。あとね、今日はこれを開けていきたいと思います。なんかセブンやったんですよ今日。そしたら今日は7月11日セブンイレブンの日だからみたいな感じで福袋があったの、お菓子が入ってる。なんでできました。こんばんは。それを開封します。え、すごっ、めっちゃ入ってる。じゃん、これ711円だったの、セブンイレブンだから。まずこれ、これね、いつだったっけ、割と最近出たよね、違う。はい、サクッとチョコ。まあチョコはね、あんまり好きじゃないんだよね。チョコチップ、これはクッキーは好き、チョコは好きじゃないけど好き。一口歌舞伎城、歌舞伎揚げ城じゃないわ。これ結構人気だよね。そう、今日はセブンイレブンの日です。次、お、落ちちゃった、びっくりびっくり。じゃん、チョコレート味キャラメルコーンですね。なんかチョコ多くない？苦手なんだけど。じゃん、塩バター味、これも結構人気セブン。じゃん、ラスト、これ美味しそうだよね、これは好き。以上です。今回の福袋めっちゃ入ってる。なんかあれだね、入ってるのはセブンのお菓子だね。ちょっと溶けてる気がするけど、これてな感じね。チョコ多かった。チョコはね、あんま食べたいと思う。なんか冬はさ食べれるけど、全然夏にチョコはさ、なんか嫌だよね、ベトベトするっていうか。重松アンダーバーケンジさんバチコにありがとうございます。最後のが一番うまそうね、ポテチね、美味しそう。これね、あのこれのなんか黄色のこれがあるじゃん、黄色のこれ、黄色い種類のバターみたいな、あれ食べてみたら美味しそう。ほら最強、かわいい、ありがとう。これは当たりですね。で今日はこれを作ります。もう一個、これはセブンのロックアイス。どうやって作るんかは知らんけど、よこせ。これにね、なんかこれ韓国の流行ってるやつ、こうやって入れて作るやつを買ってきたんで、これを入れたいと思います。
よいしょ。でもこれ飲むとこあるんだけど、ここにストローさせるかな。どうやって開けんのこれ。いつもお米読んでくれるから嬉しい。しっかりコメントしてください。お話ししましょう。開かなこれ。よいしょ。どうやって開けんのって感じだよ。みんなこれどうやって使ってるんだろうね。セブンのお酒とか合うのかな。ジュースとかってる人はあんま見たことないかも。開け方合ってるこれ。味はねザクロ、多分ザクロにしました。なんかレモンとかあったんだけど、ザクロの方が美味しいかなと思って。え、これ見せながら入れた方がいい。でもむずいよね、こうやって入れるんだけどさ。まあこんな感じ。ちょっと入れるね。安全に入れよう。めっちゃ美味しそうなんだけど。もうちょい入る。よいしょ、あ、こぼれる。え、めっちゃ美味しいかもこれ。入れたらこんな感じ。美味しそうじゃない。これを蓋閉めます。ストローつけれるかな。あ、見て、細い間に入った。完成、ザクロジュース吐きます。うまっ。え、これおすすめ。韓国のやつめっちゃ美味しい。で、今日のあれができたらシーンで混ぜてきます。辛そう、めっちゃ。めっちゃ匂いが辛い。これイルソイルソで買ったんだけどさ、なんかよくさ TikTok にさ出てくるじゃんこれ。だからまあこれやってみようかなと思って選びました。チーズ味がなんか美味しそうだったからチーズ味にしてみた。できました。辛いのかなこれ。みんな食べてるよね TikTok とか。じゃあ食べます。汁なし麺じゃない、炒め麺だし。ブルダック炒め麺、激辛って書いてある。いただきます。マジどんぐらい辛いかによるよね。めっちゃ辛い。ポテトとアイスありがとう。待って、やば、めっちゃ喉痛くなる辛さこれ。うん、辛い。辛さが違うけどこっちの方が辛いかも。辛い、やばい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 。これだけじゃ足りないかも。うんうん、美味しいだった。好きだった。1193バチコにありがとうございます。やばい、これ食べれないかも。めっちゃ辛いんだけど。めっちゃ喉にくるこれ。やばい、辛すぎ。
やばいやばいやばい、え、辛い辛い、え、こんなん食べてんのみんな、やば、辛い辛い、牛乳もらった、牛乳がいい絶対これ、ね、めっちゃこれやばいわ、辛い、なんかね、ベロが辛いっていうより喉が辛い、あるじゃん喉の上のところ、ここのめっちゃ辛い、え、そう前髪切ったんだよね、誰か気づかない、前髪の範囲を広くして見た、ベロやばくない、赤くない、そうでもない、うん、辛っ、うん、一旦紅生姜挟むわ、私めっちゃこの紅生姜好きなんだよね、っていうには見えなかった？マジか。いただきます。うん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 。うまっ。この前より全然辛い、紅生姜うまっ、なんかこのね、ここがもうこう長かって横髪にあったんだけど、これをこう持ってきてキシキって切ったの、紅生姜の天ぷら大阪にしかないと思う、え、でもあんま広島見ないよ、全然見ない、マジで辛い、比べ物ならん、前回と韓国のだからかな、めっちゃ辛い、でも美味しい、一発目はめっちゃうまい、うまみって感じで、ちょっとしたらめっちゃ辛いってなる、女神可愛いです、今更かな、ありがとうございます、紅生姜が一番美味しい、え、これね、あのうどん作るじゃん、冷凍うどん、冷凍うどんの中に朝入れて食べたんだけどめっちゃうまかったの、うどんに合う、うまっ、うん、得意な料理なんですか、得意な料理なんだろう、雑炊とか、雑炊得意です、作るの、今日の朝も食べた、
これは牛乳です。これはザクロジュース、韓国のやつから、辛すぎる、やばい。辛いけどさ、白ご飯で食べたくなる、めっちゃ。雑炊マジで好きなの。私の雑炊の作り方教えます。今からじゃん。まずお鍋にうっすら、あ、一人分ね、一人分作るときは、まあこんぐらいのお鍋なんだけど、こんぐらいの、これはうっすら、あの地面なんていうの、底、底が水スーッとなる感じまで入れて、でなんだっけ、そのご飯を一杯入れるの。ご飯食べる分ね、お茶碗一杯を入れる。で次に醤油をぐらいで、みりんをちょんぐらい入れて、生姜チューブを2センチ入れるの。そしたら混ぜる、混ぜて火つけてグツグツさして、めっちゃグツグツしてきたら卵パカって入れる。でめっちゃ混ぜる。で卵がちょっとだけ火通ったなって思ったら止める。でそのままいただきますって感じ。めっちゃうまです。よかったら作ってください。弟はね食べてくれるんだけど、雑炊作ったら元は食べてくれない、困る。雑炊好きじゃないよねって言われたよね、この前。元とは食べるって言ってくれるけ、ちょっと嬉しい。みりんを使うとして、みりん使ったらマジで美味しいの、雑炊マジおすすめ。辛いの収まってきた。紅生姜も入れた。でも私はいつもトッピングするのはネギと、あれなんだっけ、キムチ。メタウマです。キムチがさ何でも合うの、本当に。なんで雑炊嫌いなんかね、味付きご飯が好きじゃないのかな。でもふりかけはよく食べる。唇痛い。キムチか、それもいいな。ぜひぜひ、キムチは本当に美味しい。なんだっけ、キムチの葉っぱの方、白菜の葉っぱの方が好き。めっちゃご飯に合う。食感的に。じゃあ今日はね、ライブをおしまいにしたいと思います。でね、この今着てる服はあの Amazon いつもプレゼントしてくれる人がいるんですけど、欲しいですよね。その人にプレゼントしようかなって思ってます、この服。なんで今日ライブで着てみました。ということでね、今日はライブおしまいにします。見てくれてありがとうね。またね、バイバーイ。